我々は結婚して7年になる。私は38歳、妻は32歳。妻と私は働く会社は別だった。いわゆるご婚で出会い、2年間付き合って結婚した。妻は可愛らしく、清楚で素敵な女性。それでいて、ムチムチなスタイルで大変モテたのだそうだ。妊娠がわかるまで妻は働いていた。仕事はできたようで、辞める時には会社からだいぶ引き止められたという。我々が結婚して1年ほど経った頃の話だ。金曜の夜、私が仕事から帰宅すると、妻はまだ帰っていなかった。時間は12時過ぎ、飲み会にしても遅すぎる。何かあった？そう送ると、すぐにメールが返ってきた。実家の方に向かう電車に、間違えて乗っちゃった。そのまま止まってくるね。私も相当酔っ払っていて、わかった、と返信だけして寝た。朝、妻から、喉が痛い、もしかしたらインフルエンザかもしれないと電話が。少し、怪しいと思った。車で迎えに行くと言ったが、インフルだったら移ると、拒否された。疑惑が拭いきれなかった私は、しばらくして、実家に電話をした、すぐに義母が出た。あ、あの子、もう出たわよ。義母は、そう言って、言葉少なに、電話を切った。結局、帰ってきたのは土曜の夕方だった。平素を装い、その日は床に着いた。妻が寝静まったのを確認し、寝室を出る。浮気を疑った私は、カバンの中の妻のノートパソコンを開いた。パスワードはわかっている、妻の誕生日だ。ネットの履歴を見て、衝撃を受けた。そこには、避妊、中絶、といったワードが並んでいる。そして、酔っ払って、お持ち帰りされた女性の体験談が。体験談はいくつもあった。私は頭が真っ白になった。おそらく酔っ払った妻はそそのかされ、連れ帰られてしまったのだ。震えるほどの怒りと虚無感が押し寄せた。さらに彼女の携帯を開く。パスワードは彼女の誕生日だ。相手の情報は皆無だった。通勤で使っている IC カードの履歴を見た。実家方向の電車に乗ったのは金曜日ではなく土曜日だった。何かがあったのだとしたら私に連絡をしてきた金曜日だろう。しかしネットの履歴だけで浮気していると思うのは早計だ。ただ妻は小さな嘘をついている。それは何かしら後ろめたい気持ちがあったからに違いない。だが私は彼女を問い詰めるようなことはしなかった。私は過去に浮気がバレたことがあった。妻は浮気相手の家にまで行った。そして彼女は会社を辞めた。その後浮気の件で妻は私を責めることは一切なかったのだ。最初に彼女を裏切ったのは私だ。そんな私を妻は許してくれたのだ。だからたかが疑惑で妻を責めることはできなかった。愛する妻を責めることなんてできなかったのだ。それから数年の時が流れた。あの夜の疑惑は藪の中へ。いつしか私の記憶からも薄れていた。息子が生まれ、幼稚園に入園。妻は元の会社で働き始めた。仕事はできた女性だから、会社からの強い要望があったようだ。妻が仕事に復帰すると言った時、心に小さなトゲが刺さったような痛みがあった。その日は金曜日、送別会があると妻は出て行った。夜9時、息子を寝かしつけ、私も寝てしまった。朝、目が覚めると、妻がいない。携帯には、メッセージが入っていた。
実家の方に向かう電車に間違えて乗っちゃった。そのまま止まってくるね。あの夜のことが一瞬でフラッシュバックする。妻は32歳、いい大人だ。何より母親なのだ。まさか浮気なんてしていないだろう、そう思い込んだ。しかし、二度同じことが起きてしまった。怒りがふつふつと湧いてくるのを感じる。大事な子供を置いて、一人で何をしていたのか。その日の夜、妻が帰ってきた。何事もなかったような妻の態度。私も普段通りに接する。9時、息子を寝かしつけた妻がリビングに戻ってきた。キッチンで洗い物をしている妻に後ろから話しかける。ちょっと話があるんだけど、いいかな。食器を洗う手が止まった。なーに？ちょっと待っていて。口調はいつも通りだったが、緊張を感じ取れた。付き合ってから10年近く一緒にいるのだ。それくらいはわかる。彼女、何かを隠している。そう確信してしまった。浮気だけはしていないでくれ、そうも思うのだ。洗い物を終え、妻がダイニングの椅子に座る。あのさ、お前、昨日の夜、本当に実家に帰ったのか？すると、妻の顔が一瞬だけ、曇る。当たり前じゃない、何を疑っているのよ。例えばさ。そう言って、私は数年前に彼女の携帯にあった体験談の話をする。酔っ払った勢いでお持ち帰りされちゃった、とか。何を疑ってるのよ。酔った勢いだったから否認なんてワードを検索したり。妻は黙りこくった、うつむいている。本当に電車に乗り間違えたのよ。昨日はそうだったのかもしれない。じゃあ数年前、同じことがあったよな。妻がビクッと反応した。あの夜はどうだったんだ？妻は黙ったままだ。なあ、どうだったんだ？教えてくれよ。妻はうつむいたまま静かに泣き始めた。どうやら私の想像は間違っていなかったようだ。それと同時に、大きな失望感が胸を支配する。妻は私だけを見ていてくれたわけではなかったのだ。私以外の男に体を預けたのだ。何年も前の話かもしれない。しかし、事実なのだ。とても許せなくて悲しかった。あなた、ごめんなさい。妻は絞り出すように謝るのだった。そして何度もごめんなさいと繰り返すのだ。私は彼女が落ち着くのを待った。母親からはちゃんと言うように言われていたんだけど、義母は妻の浮気を知っていたのか。よく喋る義母があの日だけは言葉少なだったのは理由があったのだ。離婚されても仕方ない、しかし嘘はいけない、そう言われたのだそうだ。ちゃんと話してくれるか？私は暴れたくなる気持ちを落ち着け、妻を促した。あの日、かなり飲まされて。もう一軒行った先で男性に声をかけられたの。もう聞きたくない、そう思った。しかし、これからの夫婦のことを考えると、耳を塞いではならない。相手はどんな男だった？よく覚えてないわ。ただどうしたんだ？三人組だったわ。その三人と？妻はうなずいた。私はハンマーで殴られるような衝撃を受けた。静粛で清楚な妻が三人の男たちと、しかも相手は父親ほどの年齢の男もいたのだという。酔っ払っていて行きずりだったから特定はできない。そして酔っ払っていたため
妻はそのまま。妊娠はしていなかったわ。本当に軽率だった。ごめんなさい。そして泣きながら何度も何度も頭を下げるのだった。予想はしていた。しかし、それが事実だとわかるとショックだ。ただ、もう何年も前の話。これ以上、妻を問い詰めるつもりはなかった。妻は仕事をしながら子供の面倒を見てくれている。忙しいのに家事もしっかりやってくれる。何より私は妻を愛しているのだ。それはこの話を聞いた今でも変わることがない思いだった。妻は泣きじゃくっている。そんな彼女を強く抱きしめた。もういいよ、大丈夫だから。ごめんなさい、ごめんなさい。愛してるから大丈夫だ。私たちはお互いを必要とし、そしてお互いを愛するのだ。それ以来、妻は酒を飲みには行かなくなった。私たちはさらに関係を強くしたのだった。ちなみに、他にも浮気はないのかと聞いた。もしあるなら、今言ってしまった方が後ろめたくないからと。実は、付き合っていた頃。妻は私と付き合っていた時、一度だけ会ったのだそうだ。相手はもちろん、見知らぬ男性だったという。ああ、聞かなければ、よかった。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。本日の物語はいかがだったでしょうか。また次の物語でお会いしましょう。感想など、コメントいただけたら嬉しいです。